プロジェクトチームリーダーの吉江です。埼玉県では介護職員の業務負荷軽減等を目的に、さまざまな介護ロボットの普及促進事業を行っております。その普及促進事業に参加した施設のうち、春を導入した施設が集まり、利活用のプロジェクトチームを作りました。これまで6法人7施設が集まって実施してきました利活用プロジェクトの一部を紹介させていただきます。それではどうぞ。春をつけ始めた時、ここまで腰が楽に感じるようになるとは思いませんでした。入浴時の中腰姿勢のアシストがとてもよく効いて、長時間入浴業務をこなしても本当に腰に負担が少ないです。心に余裕ができ、笑顔で対応することが嬉しく、自分の中で欠かせない存在です。夜勤帯の業務で春を使うことによって、私が良いなと感じている点は、体への負担が軽減されているなというのはとても実感しています。特に排泄援助に入る際、ベッドを上げずにそのまま援助に入ることができるため、ご利用者様の負担や私たち介護職員の負担も減っているのではないかと思います。このご利用者は以前生活されていたところから、日側でベッドへ移乗しているため、距離動作にうまく非麻痺足を使うことができず、持ち込まれた装具もつけたくないと言われ、装着せず、日側では全く支えられない状態でした。そのような状態でも、自分で移乗したいという気持ちは強く、ほぼ全介助とご利用者の片腕の力だけで立ち上がってこられますが、立った瞬間から麻痺足へ倒れていきます。ちょうどその時に自立支援型春を知りました。このご利用者には装着できませんでしたが、装着している時のトレーニングを介助で繰り返し行いました。この時中腰で介助を続けるため、自分が春を使用しました。春を使用することで、自分の腰への負担が軽減されるため、常に同じ状態で繰り返し練習をしていただくことができ、その練習の成果が今の立位保持へとつながっています。春を装着して利用者様の介助に入ることで、時間にも余裕ができ、利用者様と笑顔で関わることができています。今後も他の職員と協力して春を楽しく装着し続けたいと思います。今月の3月30日に系列の施設となる地域密着型特別養護老人ホームマザーアースサテライトが開所します。今後はサテライトの施設でも春の取り組みを行い、腰痛予防の対策をはじめ、職員の方の健康と安心につながる介護のために、そして利用者様の方の ADL 維持向上に、春が生活の一環となれる活動を続けていきたいと思います。春を使うことによって自分への体の負担も軽減でき、入居者様へも安心した介護技術を提供できるようになり、職員・利用者の笑顔が増えたと実感しています。入居者様の身体・維持・向上だけでなく、心の部分でも効果を感じられます。楽しみながらリハビリに取り組むだけでなく、生活行為についても自発的な行動が見られます。春を用いたリハビリは心身にアプローチしたケアであり、QOL の向上につながると期待します。動画をご覧になって、どんな感想を持たれましたでしょうか。プロジェクトに参加したそれぞれの施設では、業務上最も体への負担が大きい入浴介助、夜間のおむつ交換、日中のトイレ介助、機能訓練、さらにはご利用者様のお体に装着していただいて、自立支援に役立てるなど、春をはじめとした介護ロボットは、今や介護現場になくてはならないものとなっています。これからの介護施設は、介護職員もご利用者様も、共により良い生活を満喫できる場所になるであろうと確信しております。皆様、介護の未来にご期待ください。ご視聴いただきありがとうございました。